遮断機は電力回路、電力機器の正常動作時の負荷電流を開閉すると、共に保護系電気と連携して、事故電流などを遮断することにより、負荷側の設備を保護し、上流側への自己波及を防止する開閉機である。遮断機によって電流の流れを断つことを遮断と言い、遮断するために電極を解放する動作を引き外しと言う。電力回路では、 流れる電流も大きなものとなっており、それを遮断しようと、ただ開閉器を開放したとしても、電極間にはアーク放電が発生してしまい、遮断できないばかりか開閉器自体の損傷も引き起こしてしまう。発生したアーク放電を、いかにして迅速に消滅させるかが、遮断機開発設計の急所である。アーク放電を消滅させることを、証拠という。証拠の、子は、 アーク放電の看護的表現である電子に由来する。遮断器はその証拠の方式によって多様な種類に分類される。遮断器はかつて遮断器と表記されていた。1981年まで使われていた東洋漢字に社の字がなかったためである。現在の表記となったのは1985年制定のジェックマイナス -2300 からのことである。 MCCBVCB 一般に証拠に対する配慮の有無によって低圧用と高圧、特別高圧用という違いが生まれる。遮断器の両電極間に印加される電圧が低いので、あれば遮断は容易に行えるが印加電圧が高いほど遮断時に電極間に放電が生じやすくなり、一度生じた電光は持続しやすいために遮断を困難なものとする。 両電極間が空気のままでは絶縁性が低く比較的容易に絶縁破壊されるため両電極間をガスや油で満たしたりさらには真空にすることで絶縁性を向上させる特に真空中では原理的にアーク放電が起きず維持も不可能なために電極由来の分子などによる放電も発生直後の短時間で証拠される特に高圧で大電流を扱う遮断機は 電極などの保守点検が他の開閉機より高い頻度で求められるが、そのような作業に備えて遮断機の両電路には段機と呼ばれる開閉機が設けられることが多い。弾路機は証拠能力を持たず、遮断機の保守時などではまず遮断機で電流を断ってから両側の弾路機を断つことで、遮断機の電極への電圧因果を避けて安全な作業を行えるようにするものである。 ありがとうございます。